どうも、石川です。はい。これより登録販売者手引き改正詳細ポイントについてお話ししていきたいと思います。皆さん、勉強はうまく進んでますか頑張ってますか頑張りましょうね。そして、今年の改正されたポイント、皆さん、しっかりと押さえられておりますでしょうか、えー、今回はですね、えー、その詳細についていろいろ説明していきたいと思います。そして、資料も 下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひ資料、一回ちょっとこれポチッと停止ボタンを押していただいて、そして資料ですね、しっかりとダウンロードしていただいて、そちらを使いながらですね、学習していただきたいなと思います。皆さん準備はよろしいでしょうかそれでは早速始めていきますよ。改めまして、2022年3月、手引き改正詳細ポイントについてお伝えしていきます。 皆さん準備はよろしいですかねいきますよ。それでは、まずは第1章のところ見ていきましょう。変更点1というところ大丈夫でしょうかはい、そこちょっと見ていただきますと、えー、文章の中に製造物責任法というものがありますよね。これなんか聞いたことありませんそうなんですよ。第5章のところであったじゃないですか。そう。 製造物責任法、PL 法、PL センターってやつありましたよね。その、えー、製造物責任法がこの第1章のところにも言葉がちょっと入ってくるようになりましたので、第5章との関連性、しっかりと合わせといていただきたいなと思います。なので、ここもですね、そういった PL 法の対象となり得ることも理解しておく必要がありますよということが書いてありますので、一度目を通しておいてください。では、次行きましょう。今度は変更点2というところになります。 はい。そこでは、医薬品の効果とリスクは、容量と作用強度の関係というようなことが書いてありますね。 そうなんですよ、えー、ここの容量と作用強度の関係これ、えー、昔はですね薬物曝露時間と曝露量との積で表現されるっていうものがあ,のあったんですけどそちらが削除されましたよくここはですね、えー、過去の過去問あの、まあ、過去過去って言ってますね <laughs> ごめんなさいねその過去問とかをやっていただきますと、えー、ここのところよく引っ掛ける問題が出てきましたので、えー、ここもう少しシンプルになりましたから容量と作用強度の関係のグラフなんだなというところをちょっと理解しといてあげてください。 では、時間ないので次いきますよ。では、今度は変更点3になります。はい、ここではですね、健康食品のことがですね、前はちょっと少なかったんですけど、もう少しボリューミーになってきました。そして、ここですね、いろいろ消されたところが1ページ目のところにあると思いますけど、2ページ目のところ確認していただきますと、追加されたところがたくさん出ておりますので、そこを進んでみていきましょうね。まず、そこでは、ここの第1章のところで出てくるのは、3つの 食品。 特定保険用食品と、それから栄養機能食品、それから機能性表示食品の3つのものについて書かれておりますね。2ページ目の上から7行目のところを見ていただきますと、特定保険用食品は、体の生理機能などに影響を与える保険機能成分を含むものですよ、ということを言っております。なので、このあたりですね、ちょっと確認しておいてください。そして、その下の栄養機能食品については、これは健康 ここを維持に必要な栄養,成分栄養成分の表示ができるので、なので各種ビタミン、ミネラルのことについての表示ができます。これもビタミン、ミネラル、過去にはですね、ここの部分を引っ掛けてくることがありましたので、しっかりと気をつけておいてくださいね。そして、そんな栄養成分の健康機能を表示することができるのが栄養機能食品になっております。 そして、その次3つ目の、機能性表示食品。これ最近出てきたものになります。まだ平成27年頃かなに出てきたものになりますので、なので、まだ比較的新しい食品の分類になってくるんですけど、こちらに関しては事業者の責任で科学的に根拠を をもとに、疾病に罹患していないものというところで、これよく罹患しているものって引っ掛けてくることを過去にありましたので、このあたり気をつけておいてくださいね。で、その罹患していないもの、要はかかっていない、病気にかかっていないものの健康維持とか増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示すること、そんな機能性の表示をすることができまして、そして国に届け出られた商品ですよということを言っております。 そして、後半のところ、えっ、ー、と、特定保険用食品とは異なり、国の個別の許可を受けたものではないよここも、えー、受けたものですよって引っ掛けてくることあるかもしれませんので、気をつけておきましょうね。はい、よろしいでしょうか。ということで、えー、こんな健康食品のことについて3つ、えー、記載が入りましたので、ここも第4章のところで出てくる内容ですので、しっかりとそことリンクしながら確認していきましょう。では、次行きましょう。変更点4になります。セルフメディケーション。 についてです。これ過去にもですねセルフメディケーションについての記載がありました。うん、で、ただちょっとねあの場所が移動したりとかしております。で、そんなセルフメディケーションに関しては WHO の定義。 これはですね、あの、穴埋めとかで聞かれてきますから、ちゃんと確認しといてくださいね。内容を見ていくと、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること。うん、ここのところですね、しっかりと文章を覚えておいてくださいね。いいですかはい。そして、あとは内容をいろいろ見ていきますと、えー、ガーッと見ていくとですね、下から6行目、7行目から6行目のところに、 地域包括ケアシステムというものについて書かれておりますね。そう。これについてはですね、詳しい意味とかを聞かれることは多分ないと思うんですけど、でも、これ今後のですね、この医療体系の、医療体制の課題になってくるところでして、これから言葉としてよく出てくるものだと思います。なので、えー、皆さんが登録販売者になってからよく耳にする言葉だと思うので、ちょっと知っといてほしいなと思います。この地域包括ケアシステムって何かというと、あの、高齢者などの支援を目的 としてそしてえ総合的なサービスを地域で連携して協力していきましょうと。でえそしてその提供していくそういう仕組みをですね整えたものがこの地域包括ケアシステムっていうものになるのでなのであの薬局単体とか病院単体とかあとは老人ホーム単体とかじゃなくてみんなであのそういう高齢者の人たちとかを見ていきましょうっていうのを連携していきましょうというのがこの地域包括ケアシステムっていうものになりますのでえそうなんだなというところを知っといて。 あげていいいたただきななとと思いますすく大丈夫ですかはい。ということで、えー、そんな感じで、なんとなく押さえといてあげてください。では、次行きましょう。えー、今度はですね、うんと、変更点7。3ページの変更点7に進んでいきたいと思います。いいですかはい。そんな変更点7のところでは、小児などの年齢区分が変更されました。そして新しいのが追加されました。ちょっとここに前のホワイトボードに書いてみました。 じゃん。いいですか、えー、新生児というのが新たに追加されたんですよ。これ。いいですか新生児、ねえーまあ。もちろんね、あの厚生労働省からですね、いろんな言葉あるんですよ。早期新生児とかもあったりするんですけど、でそんな新生児というところなんですけど、えー、新生児は生後4週未満のものが新生児と言っていうふうに言っていきます。 なので、資料のとこにも書いてありますよね。生後4週未満を新生児。そして、乳児は、生後4週以上1歳未満。そして、えー、ごめんなさいね、乳児ですね。そして、幼児は1歳以上7歳未満。そして、小児は7歳以上15歳未満となっております。なので、ちょっとここを一つのグラフに、ーっとしてみると、こんな感じになります。うん。 なので、えー、生後4週未満のことを新生児そして4週以上から、えー、1歳未満を乳児そして1歳以上から7歳未満を幼児、えー、そして分 <laughs> かんなくなりますねそして、えー、7歳以上から、えー、15歳未満を小児っていうふうに言ってきますので今まで、えー、ここのところ、えー、1歳とか7歳とか15歳というところは、えー、今まであったと思いますのでそこがですねもう少し厳密に言われるようになっておりますのでこの辺り気をつけておいて てあげてくださいよろしいですかはいなので、えー、ここ、えー、この4週生後4週未満というところが新請時新たに出てきたものになりますのでここ忘れないでおいてあげてください大丈夫ですかねはいでは次で進んでいきましょうそして、えー、今度は変更点8のところではお薬手帳のことについての内容がちょろっと入ってきておりますはいなのでお薬手帳を皆さん聞いたことあります そして持ってますそうですよね。あの薬局とかで、えー、処方箋とかでお薬あのもらうと、えー、お薬手帳ありますかみたいなことを言われて、そして、えー、お薬手帳にこうなんかシールペタペタペタ,ペタって貼ってもらって、そして、えー、今まで飲んだお薬の履歴とかが分かるようになっているような手帳ありますよね。そうなんですよ。で、そんな記載がですね、ここに少し、えー、入るようになってきておりますし、そしてあと今日あのまたちらっとあの見ていきますけど、第4章のところにもそんなお薬手帳のことについてあの記載が入っておりますので、ぜひぜひ、えー、そのあたり、 と知っといてあげてくださいはいそれでは次行きましょう今度は4ページのところに進んでいきましょう変更点9というところでは、えー、例えばドーピングのことについての記載が追加されました、えー、ドーピング、えー、ありましたよねあのー ね、オリンピックとかで、えー、ね、ちょっといろいろ話題になったところだと思います。そう、何かというと、市販薬、えー、一般用医薬品だったりとか、あと漢方薬とかでも、えー、ドーピングに引っかかっちゃうような、えー、成分が入ってるものもあったりするんですね。そう、なので、えー、その市販薬を扱っていく登録販売者は、えー、そういった、えー、アスリートの人に対しても、その、 ドーピングにならないようにというところの配慮もやっぱり必要になってきます。なので、えー、そこのところはちょっとまだ難しかったりするので、えー、専門知識を有するあの薬剤師が、そのドーピングに関する専門知識を有する薬剤師があったり、いたりするんですよ。なので、そういった方たちに、えー、こう、確認が必要ですよというようなことも書かれておりますので、一度目を通しておいてあげてください。はい。それでは次行きましょう。今度は変更点10になります。 変更点10のところでは、ここでは、販売時のコミュニケーション。これ今までいろいろありました。なので、丸一から丸八までの項目があったんですけど、だから、ここの資料のところにも書いてありますよね。そう。で、その中で、3番目、4番目、5番目のところなんですけど、それに関しては、第一類薬品を販売する場合には、薬剤師がその事項を確認しなくちゃいけないよっていう義務になってるんですね。っていうのが追加されたんですよ。 そして、え第二類医薬品を販売する際にはえ、薬剤師登録販売者が確認するよう努めなければならないというものになっています。なので、一類に関しては3から5は、えー、これは義務。そして、二、えー、類に関しては努力義務というものになっていますので、ここのところ、えー、狙われてくるかもしれませんよ。しっかりと押さえておきましょうね。はい。えー、ここ大丈夫だったでしょうか。では、次行きましょう。そして、変更点11、ここです。皆さん。 びっくりしましまたごめんなさいね、えー。ここなんですよ。そう何かというとここは薬害の歴史今まで薬害訴訟問題ありましたねそれが今まで4つ、えー、あったんですよそこにもう1個5個目追加されたんですよだからこれからたくさん出てくると思いますよこの C 型肝炎訴訟は。 ぜひ皆さん、しっかりと、ここのポイントを頭に入れておきましょうね。いいですかここ、重要なポイントですよ。皆さん、ちゃんと見ていきましょうね。えー、指さしてはいきませんね。はい、ごめんなさいね。はい、それでは、えー、そんな新型肝炎訴訟のところ、えー、見ていきましょう。えー、出産や手術での大量出血などの際に、特定のフィブリノ原製剤や、えー、血液凝固大級因子製剤、 え、これ、英語難しいね。あの、難しいですよね。大9因子製剤なんですよ。の投与を受けたことによって C 型肝炎ウイルスに感染したことによる訴訟問題なんですよ。そう。なので、まずポイントです。フィブリノゲン製剤。 フィブリノゲンってありましたよね第2章で。覚えてますか復習しといてくださいね。そう、フィブリノゲンっていうのは、えー、結晶成分の、えー、中に含まれておりまして、えー、その結晶タンパク質の一つにもなりました。で、そんなフィブリノゲンっていうのは血液凝固に関係していくものでしたよね。そんなフィブリノゲン製剤や、あとは血液凝固第9。はい、ここポイントです。 9といううところ大丈夫でしょうかいやー私英語あんま得意じゃないんですけどあの何、ー、ですか9って今ここ <laughs> ごめんなさい見させてもらいますよ9こ,こうですよねこ,うこれで9ですよねなので例えばですよ例えばですよ、えー、こう書いてあることあるかもしれないですよね10あとはもっと嫌らしくなってくるとここここを逆にして11ですよって引っ掛けてくるかもしれないじゃないですかだからここ いいですか、えー9ね、このこのここね引っかからないようにしておいてくださいねこっちこっち間違いですからねこっち間違いですからね、えー、ここ違いますからねなのでここも何かやってきそうな気がするんですよなので、えー、しっかりとここ、えー、っ引っかからないようにしておきましょうはいそしてあとはですね、えー、4ページの下から4行目のところですね そう5つの地裁で、えー、5つの地裁がちょっと絡んでくるんですよ。そしてそこでの5つの判決に関しては、えー、判断が分かれてるんですよそうだからそれぞれの地裁で、はい、判断が分かれているというところではこれちょっと問題だよねっていうことになってそして、えー、下から2行目のところ4ページの下から2行目議員立法というものを使いそして次のページ5ページ目の1行目をご覧ください。 えー、特別措置法というものがえ制定されるようになりました。というところでは、まずここでは、議員立法というものが出て、そして特別措置法が制定されて施行されるようになり、そして、現在これは和解を進めているというところ、ポイントになります。いいですか何かというと、他の4つの訴訟に関しては、もうすべて和解がしている。でも、今この C 型肝炎訴訟に関しては、まだ 和解していないなんですよそうそこのところが大きなポイントになりますのでしっかりと、えー、押さえておいてくださいね。はいそしてあとはですね、えー、と5ページ目の上から4行目のところ医師薬剤師法律家薬害被害者などの委員により構成される医薬品など行政評価監視委員会というものが設定されている設置されているんだなというところをちょっと知っといてあげてくださいね。 はい、よろしいでしょうか。では、次行きましょう。ということで、第1章結構ボリューミーでしたね。 そうなんですよ。ここだけでもう結構、えー、15分ぐらい使っちゃいました。えー、なので、どうします次の動画行きますいや、でも、あの、一つにまとめたいなと思ってますので、もうちょっとね、皆さん頑張って、最後までこれ続けますからね、お付き合いくださいね。行きましょう。では、えー、次、第2章になります。第2章に関しては、えー、変更点12、13とか、えー、ところなんですけど、まあ、12は、あのー、ここはいいです。あの、ああ、そうなんだ別名なんかついたんだな、と思っといてください。えー、で、そして、 変更点13、14というところです。はい。13、14に関しては、神経繊維の説明がちょっと追加されるようになったんですよ。何かというと、ちょっとごめんなさいね。あの、下の方でちょっとちっちゃくて、ごめんなさい。見えづらいかなと思うんですけど、ごめんなさいね。あの、神経繊維というもの。なんかここありますね。なんか目玉焼きになんか口ブスッと刺さったような構造のものがありますね。これ、顕微鏡で見ると、神経ってこんな感じの構造してるんですよ。 そう。それで、そんな目玉焼きみたいなところを、あの、細胞体というように呼ぶようになったんですね。な,なったというか、前から呼んでたんですけど、新しい手引きから入ってきちゃったんですよ。そう。ここのところを細胞体って言っていて、そして、なんか串が刺さってるところ、そこのことを軸作っていうようになっております。そう。で、そんな神経。 がえあの、たくさん、あのー、連なっていくんですけど、で、特に、えー、その軸索が長く伸びたものを神経繊維というふうに言っていくんですけど、で、そんな神経は、えー、神経の前の方のところを節前繊維。 そして、後ろの方のところを、接合繊維というふうに言っていくんですね。そんな言葉も新たに追加されるようになってますので、うん、そういうことなんだなというところを、えー、絵を見ながらですね、イラストを見ながら、ぜひ確認しておいていただきたいなと思います。そして、えー、そんな神経のところ、えー、通常私たちの神経って、情報を伝えるための部分なので、なので、端から端まで、要は端から端まで情報を伝えるためなので、通常はそこのところ、えー、神経の中、えー、ここの細胞体軸索のところ、電気を通していくんですよ。 そう電気を通していって電気を通していくんですけど、えー、そして途中の、えー、この細胞とか臓器のとこには受容体ここちょっと空間があるんですよくっついてないんですよそうで空間のとこ電気飛ばすの大変なのでそこのとこには神経伝達物質というものを飛ばしてそして受容体のとこに反応を、えー、伝えていくそんな役目があるんですねでそんな神経伝達物質皆さんも習っております ねえー、勉強しておりますよどんな何かというと神経伝達物質例えばアセチルコリンとか、えー、ノルアドレナリンとかっていうのがあやったことあるなっていうところですねアセチルコリンってそう副交感神経の神経終末から出る神経伝達物質なんですよ。そそしてノルアドレナリンはそう 交換神経の神経終末から出る神経伝達物質というものになるので、なので、そんな神経伝達物質、ああ、そうだ、そんなのあったなというところを思い出しておいていただければなと思います。ということで、そんな神経のところ、もう少しですね、細かく言葉が追加されて聞かれるようになっておりますので、ここのところ、しっかりと注意して確認しておいていただきたいなと思います。よろしいでしょうか。はい。では、そんなところでは、ポイント13、ポイント14のところをちょっとまとめてお話をさせていただきましたので、知っといてあげてください、ね。 では次行きましょう今度はえっ、ー、と6ページに進んでいきましょう6ページの変更点17というところですはい、えー、そこのところをちょっと見ていただきますと緑内障に関して緑内障がちょっと詳しくなっちゃったんですね何かというと閉塞偶格緑内障という言葉が追加されました な、うんだろうというとこなんですけど、えー、緑内障って種類何個かあるんですよ。で、そのうち、閉塞偶角緑内障って一体何だろうというとこなんですよ。はい。で、そこで改めて、ちょっと大きめにごめんなさい。目の絵を描いてみました。えー、これ眼球。あの、こう、横を見た時に、あの、バサッと切った感じになってますので、えー、なので、こっちから光がガーッと当たっていきます。 そう。で、そこのところでは、まず角膜というものがあって、えー、そしてその後奥に水晶体というのがあって、あと小脂体というのがあって、あとは胸膜というので覆われている、そのあたりはなんとなく大丈夫ですよね。で、あとは、えー、その光の量、入ってくる量を調節している虹彩というものがあって、あとは水晶体をあの、厚くしたり薄くしたりというところで働く毛葉体というところがありましたよね。ここのところも大丈夫ですかね、目苦手とされている方多くいらっしゃると思いますので気をつけておいてくださいね。 それであとはあ,あとは結膜ってほらこの眼形の裏側にあります、ね、ごめんなさいね汚い汚いね申し訳ないちょっとね頑張って書いてみたんですけどねこれ限界 <laughs> でその、えー、とこの結膜のところはまあいいんですけどじゃあ今回そのポイントになる何かというとあのこのこ水晶体と角膜って毛細血管通ってなかったじゃないですかそうでその代わりに防水って っていう水がありましたよねそう防水という水がこの辺りから出てこっちこの辺りから出てこっちに流れていくんですよ見えますごめんなさいねちっちゃくてごめんなさいねえこの辺りから出てこっちに流れていくんですよでその防水が流れてあの要は捨てられていく場所そう捨てられていく場所のことをこの辺りですね そこの場所のことを、ちょっとこっちに書きますよ。シュレム管。あ、これ登録アマチアの試験に出てこないので、へえ、そうなんだーで流してもらえればいいんですけど、シュレム管というところに流していくんですよ。捨てていくんですね。そう。で、その捨てていくところ。 が詰まっちゃうような緑内障を解放偶角緑内障って言ったりするんですよ。でも今回閉塞偶角緑内障で、えー、ぐあの偶角ってどこですかって話なんですけど、えー、ちょっと色変えていきますね。偶角ってこのあたりなんですよ。このあたり。この、ここのところ。ここのところを偶角っていうふうに言っていきます。偶角って言っていくんですね。そうなんですよ。 なので、この偶角が閉塞狭くなっちゃっている緑内障のことを閉塞偶角緑内障っていうふうに言っていきます。 そうなんですね。なので、えー、そういった意味ではですね、ここの偶角が、あのー、狭くなっちゃってるのか、それとも、えー、変わってないのかというところで緑内障の種類を分けていますので、で、今回そんな抗コリン成分、抗コリン成分はここの、えー、偶角のところを狭くしてしまう働きがあったりするので、そんな緑内障とかはですね、気をつけなければなりませんので、なので、えー、そんな緑内障種類が何個かあるんだなというところをここで改めて確認しておいてあげてください。よろしいでしょうか はい。では、えー、次進ませていただきますよ。時間もあまりありませんのでね。はい。では次行きましょう。今度は変更点18とかは一度読んどいてくださいね。そして、えー、今度は第3章に進んでいきましょう。第3章、新たに追加された成分が5つ。うん。そして、えー、削除された成分が6つ。おーっと、ということは成分は少なくなりましたね。皆さん、ラッキーですね。 でポジティブに考えましょうねはい。それで、えー、と、まず、新たに追加された5つの成分のうち、特に気をつけていただきたいのは、サリチル酸ナトリウムです。そう。なぜというと、サリチル酸ナトリウムは、これはゲネトチン2成分ですよね。そう。アスピリン、サダピリンと同じような働きがあります。そうなんですよ。で、アスピリン、サダピリンに関しては、えー、これは、そう。絶対に15歳未満に使えないやつでしたよね。そうなんですね。で、この、 サリチル酸ナトリウムも絶対に15歳未満に使えないんですよ。っていうようなところの仲間に追加しといてあげてください。ここ大きなポイントですよ。いいですかえサリチル酸ナトリウムは、アスピリンとか、それからサザピリンと同じように絶対15歳未満に使えないものになりますので、ここえ注意しといてあげてくださいね。はい、それからあとはエピナスティン、フェキソフェナジンとかロラタジンに関しては、これはこう、 なんですかそうですよね抗ヒスタミン成分です。 最近ですね、ドラッグストアとかに行きますと、え、いろいろこう、アレルギー性の、えー、鼻炎とかにですね、いろんなお薬がいっぱい出てきたんじゃないですか。特にスイッチ OTC という形で。そう。その中にこの3つの成分がよく含まれておりますので、なので、えー、ぜひぜひドラッグストア行った際にですね、そのあたりの成分、あー、これか、これか、この商品だってね、いっぱいありますからね。そう。なので、あのそういった成分が追加、えー、3つされております。それから、イカリジン。これは後でまた出てきますけど、イカリジンに関しては、これは気比成分。そう。虫よけスプレーの中に入っている で、特にこの怒り人に関しては、年齢制限がないんですよ。なぜかというと、D とは年齢制限ありましたね。そうなんですね。だから、この怒り人、そういった意味では、年齢制限がなく使えるものになりますので、幅広い応答が、えー、期待されるっていうところになります。ということで、えー、そのあたり、まず押さえておいてください。はい。では、えー、次、進んでいきましょう。 はい、えー。今度はですね、えー、7ページ行きましょう。変更点21のところです。変更点21、えー、胃腸薬のところのですね、服用方法が少し変わりました。えー、か変わりましたというか追加されるようになったんですね。 そう。なので、えー、こう消化を助ける、えー、もの,なのを主成分とするものは食後の方がいいですよね、とか。あとは、えー、空腹時の胸焼けとかストレスによる胃酸の出過ぎには、えー、食感とか就寝前がいいですよ、とかね。えー、そういうことが追加されて書かれておりますので、ああ、そうなんだ、と見といていただければいいかなと思います。 はい。では、えー、次行きましょう。あとは、えー、引き続き7ページの変更点24のところです。はい。そこでは、ヒアルロン酸ナトリウムというものがありますね。ヒアルロン酸ナトリウムは前は添加物として、えー、目薬の中にあの入っていたぐらいだったんですけど、これが、えー、主成分として、えー、目薬使われるようになってきておりますので、 なので、えー、ヒアルロン酸ナトリウム、えー、というところですね、追加、あの、追加とか新しくは、あの、追加というよりも、あの、主成分になったんだなというところで押さえておきましょう。はい。そして次行きましょう。今度は8ページ目になります。変更点25です。 うん、ここについては、オキシドールありますね。オキシドールは、えー、これ前のところでは、一般細菌に使えて、心筋、血核菌ウイルスに使いませんよ、というのが、えー、書いてあったんですよ。でも、えー、この今回このオキシドールに関しては、一般細菌に使えますよ、ぐらいしか記述がなくなっちゃったのね。えー、なので、そこのところ、まあ前とはそんなにね、あの大きな変更点はないんですけど、一般細菌に使えるんだなって思っといていただければ、それで十分です。 はい。それから、あとは、えー、ステロイド骨格とかっていうね、えー、骨格の名前が入るようになりましたので、これ、あの、化学構造になってくるので書きますちょっと、あ、でも嫌ですよね、えー。なので、あの、興味ある方はですね、ステロイド骨格って検索していただくと、あ、あの、ポン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 ってね、あの、出てきますので、えー、なんかあの、 便善感みたいなやつが出てきますよ。皆さんね、懐かしい方もいらっしゃるかなと思うんですけど、そんなところでは、えー、興味ある方はちょっとね、見といてください。はい。そして、えー、変更点27はさっきの怒り人のところの記述が追加されておりますので、ちょっと改めて書かせていただきました。 はい。それでは次、えー、9ページの変更点29見ていきましょう。変更点29のところでは、えー、漢方薬、特に、軽脂か術部等軽脂か量術部等のところが、えー、その働きがちょっと、あの、分けて、今まで一緒だったんですけど、分けて書かれる。まあ、そりゃそうですよねあの。違う処方なのでね。で、これ何かというと、あの、尿量が少なくっていうところは共通点なんですけど、ただ、軽脂か量術部等に関しては、軽脂か療 物量の量が入っているのでなので、えー、とこう水分代謝を良くするのがより強化されてるんですよ。 なので、動機、めまいとか筋肉のピクつきがあるもののとかっていうのが、えー、追加されるようになっておりますので、なので、えー、こう余分な水分がたくさん溜まっちゃってる人に対して、えー、水分とにかくどんどん出して、えー、心臓の負担をね、減らしてあげようとかね、えー、あとは頭のところの水分も減らしてあげようとかっていうのが、えー、今回ここの目的になっておりますので、えー、そんな風にあの分けて考えておいていただくと良いかなと思います。はい。それからあとは、アンチューさんのところをご覧ください。 アンチューさんもですね、今まで腹部筋肉が弛緩する傾向にありというところなんですけど、それをもうちょっと優しい言葉に変わりましたね。腹部は力がなくてというところで、ちょっと優しい表現になっておりますので、ああ、そうなんだなと見ておいていただければいいかなと思います。はい。そして、他も見ていきましょう。あとはですね、9ページは今終わりましたんで、10ページ行きましょう。10ページの下から3つ目のところに、戦っというのがありますよね。 そう。で、その戦争なんですけど、あの、引きガエるか、まあ、カエルは変わらないんですよ。でも、シナ引きガエるからアジア引きガエる。<laughs> まあ、あほとんど同じ,同じです。で、そして、えっ、ー、と、次戦のというふうに、独占から次戦に変わりました。うん、でもね、あれなんですよ。確かに耳のところに独占があるので、<laughs> なので、あの、あんま変わらないので、あのー、そうなんだなというところを見といていただければと思います。はい。 それでは、えー、次行きましょう。11ページのところで第4章に入ります。第4章については、えー、ここはですね、えーと、例えばですね、うん、押さえといてほしいのは、えーと、例えばですね、12ページの一番下のところにも書いてありますけど、えー、と医薬品の定義のところに関して、3番目のところ、えー、医薬部外品、それから化粧品、 を除くよっていう、今まで書いてあったんですけど、そこが医薬、部外品、化粧品、及び再生医療等製品、再生医療等製品という言葉が追加されました。これ、あの、ちょっと手引きがちょっと間違ってたなっていうところだったんですけど、え、ここ修正されるようになっておりますので、うん、そうなんだなって知っといてあげてください。はい。あとはですね、え、その他、えっとですね、次14ページに進んでいきましょう。ちょっとサクサクいきますよ。14ページのところでは、何が追加されたかというと、薬局のところの管理者。 うん、あの管理者の人が社長さん薬局の解説者の人にですね、えー、こう意見を言う時で意見を言う時意見を述べなければならない意見を述べたら、えー、そして管理者の,あの意見をちゃんと汲み取ってあげてくださいねというのがあったんですよ今までそしてそこのところに書面というものが追加されるようになりました。 そう。だから、14ページの上から4行目のところ、薬局解説者に対して必要な意見を書面により読め、あの、述べなければならないよということで、書面というのが追加されるようになりました。そうなんですよ。なので、えー、この第4章、書面というのが何個か出てきてるので、そのあたりが結構ややこしいので、えー、そんな書面というのが何か出てきたんだな知っといてあげてください。そして、それを記録して保存しましょうというのが、えー、追加されております。 はい。それからあとはですね、引き続き14ページのところだと、地域連携、えー、薬局、それから専門医療機関連携薬局、そして健康サポート薬局というのがあります。で、先ほどの上2つの連携薬局、それぞれの連携薬局ですね。この2つに関しては、ポイントです。いいですか都道府県知事の認定を受けないと、それぞれの名称を使っちゃいけないんですよ。そう。 都道府県知事の認定を受けないと名称を使っちゃいけません。えいけませんで、ね、む <laughs> いけません。そうなんですよ。そして、えー、健康サポート薬局に関しては、これは厚生労働大臣が定める基準に適合するしていれば、えー、その健康サポート薬局っていうのを表示しても良かったりするので、えー、ここ、えー、都道府県知事なのか厚生労働大臣なのか。 というところも大きなポイントになりますから、しっかりとここ分けて考えておいてあげてください。よろしいでしょうか。はい。では、あとはですね、15ページのところでは、今度はですね、その、店舗管理者。 店舗管理者になるためにはですね、えー、実務経験というのが必要でした。そこがですね、詳細にあの記載されるようになりました。何かというと、今までは過去5年のうち2年以上の実務経験が必要ですよというのがあったんですけど、そこが、えー、合計して過去5年のうち2年以上で、さらに1920時間以上必要ですということになってるんですよ。そうなんです。 それがちょっとややこしい。この1920時間ってどういうことですかっていうと、あの単純にですけど、単純に80時間かける24ヶ月を計算すると、1920時間になります。そして、あとその下の方にも書いてありますけど、2880時間は80時間に3、 36ヶ月。要は3年分をですね、あの、かけてもらうと、あの、ここ2880時間になりますので、えー、そういった記載があの追加されるようになっておりますので、ああ、そうなんだなと、ちょっと詳細になったんだなと覚えておいていただきたいなと思います。はい。ということで、よろしいでしょうか。あとはその他、えー、この店舗販売業も、えー、その、 管理者は書面使っていきますし、あとは配置販売業もですね、書面使っていくとかっていうのが追加されておりますので、ぜひぜひ確認しといていただきたいなと思います。 はい。ということで、えー、あとはですね、えー、この第4章のところにもお薬手帳のところについての内容がいろいろあったりとかしますので、うん、そうなんだなというところを、を、えー、見といてあげればな、あ見といていただければと思います。はい。それでは、えー、あとはですね、えー、その他としては、十、えー、18ページの追加44のところをご覧ください。えー、追加44とかを見ていただきますと、えー、ここのところではですね、えー、違反、うん、あのー、広告の違反についての内容がちょっとこう、 あの、なんだろ。う追徴金とかね、そういった制度があるんだよっていうのが追加されておりますので、この辺りも一度読んどいていただくといいかなと思います。はい。では次行きましょう。19ページのところの第5章になります。第5章のところでは、ここ追加45、え、これ、一般用応対形成ホルモンキットっていうのが、これ、下の、あの、補足事項のとこ、注意事項のとこにね、追加されたんですけど、で、この一般、 医療応対形成ホルモンって、これ、あの、簡単に言うと、えぇ、ー、排卵検査薬のことになってきます。あの、排卵されたタイミングがわかるので、このタイミングに、あの、これ、妊娠するといいですよ、とかっていうのをお知らせする、あの、ものになりますので、そういったキットのことについての追加の内容となります。そして、えー、追加46のところでは、えー、これ、医療用医薬品の添付文書。医療用医薬品ですよ。医療用医薬品の添付文書は、紙の添付文書の をですね、廃止していきましょうという流れになってるんですね。そう。で、えー、廃止していく代わりにですね、あの、符号とか、あの、なんかこう、マーコードみたいなのをつけてですね、それをスマートフォンとかであの読み取ってアプリケーションとかで、えー、その添付文書の方が見れるようになっておりますので、紙のものが廃止していく流れになっていますよというものになりますので、あ、そうなんだなぁと見といてあげてください。はい。そして、追加点の、えっ、ー、と、47のところ。 ここでは、えー、医療費を証明する書類に関しては、えー、3つの書類が必要でした。そうなんですよ。医師の診断書。そした、えー、それから用意した医療費を証明する書類とか。あとは、えー、販売証明書とかっていうのが必要だったんですけど、その医療費を証明する書類が領収書という記載だったんですけど、えー、これがですね、えー、受診、えー、証明書っていうものに変わっておりますので、あ、そういうふうに変わったんだなと押さえておいていただければなと思います。 はい。ということで、えー、皆さん長丁はありがとうございました。ということで、えー、ここまでのところがですね、えー、手引きの改正されたところの、えー、大きなポイントのところを詳細にいろいろお話をさせていただきました、えー。ぜひぜひですね、この動画何回も見ていただいて、えー、しっかりと自分のものにしていただきたいんですけど、ただ最後、いいですか皆さん注意点です。 最後注意点なんですけど、あの、この改定さ改正されたところがですね、全部出てくるとは限りません。出てきてもですね、2問から3問ぐらいしか出てこないと思います。なので、ここのところをですね、あのー、どうしようどうしようって思ってですね、たくさん勉強しすぎて、他のところがおろそかにならないように、皆さん気をつけてください。 そうなんですよ。なので、そこのところをしっかりと、えー、やっていただければ、えー、皆さんね、あのー、他のところの基本的なところがしっかりと取れていれば、えー、試験は通過することができますから、えー、ここのところ、今回の動画を見ていただきましてね、皆さん本当にありがとうございます。でも、あの、ここのところを注視しすぎるとですね、あの足元を救われてしまう可能性もありますので、しっかりと今までやってきたところ、今までの、えー、書籍、えー、皆さんの持っている参考書とかが、あの、すごく、えー、重要となりますので、そこのところをしっかりと勉強しておいてあげてください。はい。ということで、えー え皆様、ここまで大丈夫だったでしょうか。はいということで、えー、ここのところでですね皆さん、また勉強、頑張っていただきたいなと思いますので、えー、皆さん、今後もしっかりと頑張っていきましょう。ということで、えー、皆さん、動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました一緒に勉強しませんか 勉強は一人じゃないよ一緒に合格をつかもう